なんだいこの凄まじい量のエメラルドは、この大量のエメラルドを使って村人と交易するってこと？いいえ違います主さん。ドワーっとまだ採掘しちゃダメです。なんだよびっくりしたな。なんで採掘しちゃダメなの？今回の企画に大きく関わるからです。今回のこのエメラルド鉱石なんですけど、壊すと最強アイテムが出てきます。ぬおっとそのパターン来ました。それで、エメラルドを壊せる条件なんですが、ウーパールーパー一匹ゲットしたら一つ壊せます。おっということは、ウーパールーパーと戯れることができるってわけだな。そういうことです主さん。いやったー。ウーパールーパーをバケツに入れて主さんの近くにある水槽に入れた数に応じて、エメラルドを破壊することができます。主さんどうしました？いや、もうウーパールーパーいないかなーって。せっかちですね主さん。こりゃあ今回は可愛いウーパールーパーをたくさん見れるってことだな。え、前で泳いでるのウーパールーパーじゃないの？ウーパールーパーやんけ。しかも2匹いるじゃんか。ベル君もうゲームスタートしていいよね。いやまだ言うことあったんですけど、とりあえずスタートしましょう。スタートー。開始ウーパールーパーをゲットしましょう。まさかこんな簡単にウーパールーパーを発見できるとは思わなかったな。イルカの声もしています主さん。イルカとも戯れたいセブンでございます。イルカもウーパールーパーも大好きな人は高評価してくださいね。ウーパールーパーに夢中になってたら呼吸忘れるわ。水中呼吸のヘルメットあるのでそれを活用してください。おし、これで水中でも無限にウーパールーパーと戯れることができるぞ。やったー。おめでとうございます主さん。初めてのウーパールーパーゲットです。一番可愛い捕食者っていう実績解除されたぞ。ウーパールーパーは魚介を攻撃する習性があります。なるほどね。だから海の中では捕食者なんだな。この見た目で攻撃力は結構あるのね。それはそれでラップがあっていいじゃない。可愛すぎないか？っていうかこのウーパールーパー、レア枠の青なんじゃないの？いきなりレア枠ゲットしちゃった？いいえ主さん、このウーパールーパーはシアンという色ですね。青はもっと青々としています。いきなり出会えるような確率では出てこないんですよ。あ、そうなんだ。そしたら私は一生会えないパターンだな。ということで、まずウーパールーパーを一匹ゲットということで、エメラルドブロックを一つ破壊できます。出てきたのは普通のエメラルドだけど、おっとデータパック実装してると勘違いしてました。お、なんかいきなりすごい数のアイテムが出てくるようになったぞ。いやマジ強なやつじゃんこれ。ということでエメラルド鉱石を壊すとこんな感じになります。ぶっ壊れ性能の区はあるし、医薬はをぶっ壊してもらっても困るんだけどね。ということでこのシステムを利用して今回は主さんにはウィザーを討伐してもらいます。私にはウィザー討伐？他の人が別のボスを担当するみたいな言い方してない？そうなんです主さん。実は今回別のワールドで協力しているゆっくり実況者さんがいるんですよ。その方がエンドラ討伐を引き受けてくれました。別ワールドで協力して2大ボスを倒すっていうのは斬新だな。ちなみにそのゆっくり実況者さんっていうのは？シックちゃんです。オーマイガー。ということで今回はワオンさんもウーパールーパーと戯れていますので、主さんの戯れを見終わったらワオンさんの方の戯れもぜひご覧ください。今回ウーパールーパー三昧だな。さっきまで黄色のウーパールーパーがいたはずだったんだけどな。シアンのウーパールーパーに夢中になっている時にどこかに泳いで行っちゃったんですかね。っていうかウーパールーパー普通に海を泳いでるんだな。てっきり洞窟内の水たまりにしか出てこないかと思ってた。正確な湧き条件は光が当たらない自然に生成されている石の周りに出てくるみたいですよ。なので海でもその立地条件が揃えば普通に出てくるというわけですね。ということはその立地条件がこの近くにあるってことか。そこにはもしやウーパールーパー楽園が広がっているのか。さあ主さんの妄想がどんどん増大していっております。お、イルカちゃんこんにちは。来た来た、イルカのカゴで泳ぐスピードアップだ。はっちゃ、イルカの力でこんなに早く泳げるようになるのか。主さんイルカの力に感動しております。ウーパールーパーと戯れてさらにイルカとも戯れることができる。あれ、いつからマイクラの海ってこんなパラダイスになってたんだ。速攻魔法、イルカ連携発動。野生のイルカと戯れることで泳ぐスピードを大幅アップ。それと同時に自身をマーメイドと錯覚できる幻覚作用発動。私は余人なのよー。お、あそこは海の渓谷、いわゆる海溝ってやつじゃないのか。ここにウーパールーパーはよく潜んでいるみたいですよ。いるじゃないの。この入り口の時点ですでにもう2匹発見しちゃったもんな。ここはウーパールーパー楽園の可能性高いですよペル捜査官。ほぼ確実にウーパールーパーの住処と言ってもいいでしょうね。おし、バケツに乗っかってもらおうかな。もう1匹同じ色がいたと思うけど。お、いたいた、これまた泡があると入るねー。2匹ゲットということで、これでエメラルド鉱石を2つ壊すことができますね。おっとそうか、今回の目標はウィザー討伐だったな。目標達成は忘れないでくださいよ。なんせはオンさんと協力する企画なんですからね。すっかりウーパールーパーをいっぱいゲットしようの回だと思ってました。海溝の奥まで来たけど、どうやらウーパールーパーはいなさそうだね。さっきの2匹だけだったようですね。ひとまず戻ってきました。ここの水槽にもう2匹ウーパールーパー追加します。今回は両方茶色でしたね。ウーパールーパーといえばの色、ピンク色のウーパールーパーがまだゲットできてないね。
ピンク色の前に青色ゲットできちゃったりして。それは絶対にないです。おし、それじゃあエメラルド鉱石2つ破壊するか。結構大量のアイテムが一度に出てくるんだよな。ネザースターも大量に出てるし、もうウィザー勝ったっていうことにしてウーパールーパーと戯れない。ウィザーと戦ってください主さん。ネザライト防具に、ダイヤ防具、そしてエンチャントされた金のリンゴ。よくよく見たらエンドポータルフレームとエンダーパール出てるじゃん。これはワオンさんに渡したいところだな。しかしワオンさんと通信交換できるシステムはないですからね。チェストに厳重に保管しておきましょう。別に厳重にする必要はないと思うけど。おし、操作再開だ。海底洞窟を探索してたら、光るイカとウーパールーパーの共演を見た。このイカ、見るの初めてだな。アップデートでウーパールーパーと一緒に登場したモブですね。そしてウーパールーパーは新しい色の黄色だ。やっぱイルカのカゴがないと追いつけないな。ちなみに、光るイカはバケツに入れられるのかな？さすがに無理か。バケツに入れるにはサイズが大きいですからね。ちなみにこのイカからは、普通のイカのドロップアイテムとは違い、光る炭をドロップします。手主さんも入手してるじゃないですか。あれ？光るイカを倒した記憶はないんだけどな。ウーパー君に捕食されたところを私が通過してたまたま持ち物に入ってたのかな？ということで光るイカも紹介できてよかったね。企画開始時にもうすでにこの拠点周りにウーパールーパーがいたから、どこかに洞窟みたいなのがあるってことか？いかにもそれらしい穴を発見。最初にゲットしたウーパールーパーは、この穴から出てきたのでしょうか？かなり深くまで続いてそうな感じの洞窟だけど。でも水は続いてないので、ここにウーパールーパーは湧きそうにないですね。なかなか難しいね。ウーパールーパー探索発見したら周りに複数いることが多いけど、その発見するまでが意外と時間かかる。拠点でじっと待ってたらそのうち出てきそうですけどね。それだとつまらないじゃない。私じっとするのが苦手なのよ。ウーパールーパーじゃなく、海賊船を発見。本来の目的とは違うけど、これはこれで気になるな。アップデートされた海にまだ馴染みのない主さん、海賊船に興味津々です。こういうところには宝の地図があるってもんよ。ロマンあふれるじゃないか。お、あったぞ宝の地図。これで大海賊時代の始まりだな。その顔だと戦闘民族時代が始まりそうですけど。自分の位置が右下に振り切ってんだよな。これは見つからないわ、諦めよう。めちゃくちゃ潔く諦めるじゃないですか。む、あそこに泳いでるのウーパールーパーじゃない？海の中を優雅に泳いでいますね。光が届かないところに出てくるんだけど、泳いでる場所はしっかり光が当たってる場所なんだよな。何気ないところで発見したりしていますね。案外普通に海を泳いでた方が遭遇率は高いのかな？無理に洞窟に狙いを絞らなくても良さそうですね。おっ、ちょうどいいところにイルカちゃん来たわ。さらに茶色のウーパールーパーまで。イルカのカゴ発動。これによりウーパールーパーをバケツに入れやすくなったぞ。主さん、ウーパールーパーとイルカパラダイスを満喫しています。圧倒的癒し要素だわ。そしてようやくピンク色のウーパールーパーだ。ウーパールーパーといえばこの色ですからね。そういえば、アルビノなんていう白色ウーパールーパーはマイクラには？その色はいないですね。今後実装されるのでしょうか。そしてインベントリが可愛くなるという異常事態発生。そこに紛れるネザライトの斧の。もはやそれも可愛く見えてきた。おし、今回は大量だぞ。一気に5匹確保できましたね。すごい数になってるじゃないか。この水槽じゃ窮屈そうですね。そうだよペル君、もう少し広くしよう。そうですね、広くしておきます。これでエメラルド鉱石追加で5個破壊可能だな。相変わらずすごい数のアイテムをドロップします。これもウーパールーパーの力ですね。ウーパールーパーの力でこうなってるの。不気味で怖いスケルトンっていう実績が解除されたってことは、ウィザースケルトンの頭手に入ったってこと？どうやらそうみたいですね。またぶっ壊れエンチャント系来たわ。今度はトライデント。これはすごく強いんじゃないの？なんか私が知らないエンチャントばっかりだけどな。攻撃系のエンチャントはなさそうですね。ということは、これだけエンチャントされててもウィザーワンパンとかは厳しい感じか。このぶっ壊れエンチャントがネザライトの剣に反映されたら完璧なんだけどな。このアイテムはオンさんに転送したいんだけど。光る炭の使い方なんですけど、新アイテム、光る額縁を作るのに素材として使います。光る額縁、そんなアイテムが追加されたのか。正確には輝く額縁でしたね。それじゃあ明るさをくらいで設定してみてみるか。あれ？松明みたいに明かりを灯すのかと思ったけど違うのか？アイテムを入れた時に、そのアイテムがわかりやすくなるんですよ。あ、確かにアイテム見やすいわ。普通の額縁と比べてみるか。一目瞭然とはまさにこのことなんじゃないか？こう見るとはっきりと違いがわかりますね。暗いところでこういうアイテムを目立たせたい時は便利だね。ということで水槽拡大しました。
おし、これでまた追加でお仲間のウーパールーパーを増やせるね。今回過去一泳いでる時間長いわこれ。明日は筋肉痛になりそうです。マイクラにも筋肉痛という概念があるのでしょうか。入ってすぐのところにウーパー発見。やっぱ拠点周りがもうウーパールーパーの住みどころだったんだな。たくさん見つけれて私ハッピー。完全メロメロ状態じゃないですか。やっぱり開口に目撃情報が多いらしいんだよな。ここに大量発生とかしてくれないかな。え、待って、すごい数いることない。たーガチウーパールーパーの楽園になっとるやないかい。そして縦泳ぎするウーパールーパー。うわー、下のマグマブロックでダメージ受けてるじゃん。まずい。今助けるぞウーパールーパー。あ、今度は私が従従されています。なんなんだよこのマグマブロック。全然思うように泳げないんだけど。ここに入るとすんごいぐんぐんいるようになるし。赤ちゃんウーパーちゃんいるじゃないの。こんな危険なところにいたらまずい。早くバケツに入れないと。大騒ぎです主さん。そして再び縦泳ぎウーパールーパー。ウーパールーパーも思うように泳げていないようですね。このルンルンシステムやめや。泡が出てくるのは見栄えがあっていいけどさ、ルンルンやるのをやめてくれって。そういうスイッチがあるでしょ。いや、機械式でルンルンなってるんじゃないですよ。よっしゃ、もう自分で破壊してやるわ。よくもウーパールーパーを焼いてくれたなこのブロックに。ブロックの数が多すぎたので諦めました。今回の主さん諦めが早いです。そして再び縦泳ぎウーパーと。そういう技名みたいですね。そしてルンルンからの従従。この流れは確定なんですか。一気に10匹も集めたんですか主さん。そうなんだよペル君。さっきの開口にすごい数のウーパールーパーがいたからね。これで追加で一気にエメラルド鉱石10個も破壊できるよ。それだけ破壊できればウィザー討伐も余裕でしょう。私ももう満足いくぐらいにウーパールーパーと戯れた。大海原へ再びリリースしようか。ありがとうウーパールーパー。今度は青色のウーパールーパー連れてきてねー。結局青色は発見できませんでしたね。これぐらいの操作じゃ全然出会えないぐらいでしょ。まあそうですね。本当にレア枠みたいなのでね。色違いみたいなもんだな。そりゃ出会えないわ。今の状態でも十分ウィザーは倒せそうなんだけど、そこは容赦なしにしっかりエメラルド鉱石破壊していきます。お、黒曜石も出てきてくれた。ソウルサンドは出てこないので、それはさすがに自力で取りに行かないといけないですね。え、このぶっ壊れエンチャント防具にもあるのかよ。ものすごい量のエンチャントですねー。アンデッド特攻のダイヤ剣もあるし、これは確実にウィザーに勝てそうだな。それで気になるのがこのぶっ壊れエンチャントトライデントなんだよな。投げた時の威力がすんごい上がってるとかそういう感じ。ふわー。え、トライデントにテレポート機能あったのか。これで移動も自由自在だな。おし、それじゃあ目標達成に向けてウィザー討伐するか。左手にはしっかりトーテムもある。エンチャントされた金リンゴもある。完璧だぜ。まさに万全の体制ですね。さあ、ウーパールーパーの力をお見舞いしてやるぜ、ウィザー。え、私攻撃してないのに勝手にウィザー倒せたけど、私なんか変なことしちゃった？気を取り直していざウィザー勝負。さあ、ウーパールーパーの力を思い知るがいい。こちらの装備は万全状態。これは輸入なしでも勝てそうです。剣士と振りのダメージもかなりでかいからな。これがウーパールーパーの力です主さん。ウーパールーパーありがとう。